皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、9点購入品紹介ということでやっていきたいと思います。実はですね、ついこの間この企画やったばっかなんですけど、前回の動画結構好評だったので、今回また目変わりの前にちょっとやってみようと思いました。今回はずっと気になってたコスメだったりとか、結構まあ量あるかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとね見ていただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それでは一つ目のアイテムがこちらです。ヒンスのリキッドファンデを買いました。新作ってほど新しくないんですけど、ずっとねこれ気になってました。やっとゲットしました。リキッドファンデなんですけど、まずこのね見た目からしてめちゃめちゃ可愛いですよね。じゃあキャップ開けるとこんな感じです。崩れに強いとか崩れにくいって書いてあるんですけど、ちょっと使ってみます。こんな感じで、そんなにサラサラ垂れるほど柔らかいテクスチャーじゃないんですけど、伸ばすと結構薄膜な感じはあります。でカラー展開が結構絶妙に22号っていう色があって、こう私的に嬉しかったかな。馴染みはとってもいい感じ。ハイカバーというよりかは素肌っぽさを感じました。ただ私はすごい好きな質感です。ちなみにビフォーはこんな感じです。ナチュラルに綺麗に見えてますよね。ちょっとやっぱ肌の色ムラがすっぴんと比べると整ってると思います。で仕上がりの質感としてはセミツヤ、セミマットくらいですね。多分その合わせる下地によって変動しそうなんですけど、すっごいツヤとかそういうわけではないですね。どっちかっていうとちゃんと肌に密着して素肌っぽいような感じが出るかな。私この頬のあたりはちょっと細かくプツプツ毛穴があるんですけど、それは結構隠れるかな。大きい開き毛穴はわからないけど、細かいのは全然隠れます。でもちょっと素肌感残るので、ベースメイク薄付きが好きな方の方が多分満足する気がする。こっち側もちょっと塗っていきます。日本でよく買う化粧品でいうと標準より1個2個くらい明るいイメージですね、22番が。なので普段標準とか選ぶ方だと23とかのが合うような気がする。わかるかな、この綺麗にはなるんだけど、いい感じにこうアラが若干のそのまま残る感じなので、やっぱかなりナチュラルだと思います。なんでこの薄付きな感じをいいと思うのか、ちょっと物足りないと思うのかはその人次第なんですけど、アイカバーよりかは確実にナチュラル仕上がりだと思います。で仕上がりはベタベタはしないんですけど、もしこの上からマスクするってなったら、私だったらフェイスパウダーはやっぱりやっておきたいかなっていうくらいのしっとり感があります。で香りとかも特にないし、使いやすいんじゃないかなって思う。今回あと2つクッションファンデが買ったやつあるんですよ。プラス日焼け止めの比較を取ってるので経過はこれ取れないんですけど、ただナチュラルだから崩れてもなんか気づきにくいような気はしています。じゃあ次のアイテムに行きます。さっき言ってたクッションファンデ一気に紹介していきます。こちらイニスフリーとミュードのクッションファンデです。イニスフリーはこれあれなんですよ、ノーセバブミネラルパウダーってあるじゃないですか、のすごい人気のあれのなんかクッションバージョンが出たってことで今回気になって購入してみました。でミュードはねマスカラを持ってるんですけど、このブランドなんかビジュアルがすごい良くて可愛いんですよ。ちょっとどっちかっていうと私的にはパケ買いのニュアンスが近いんですけど、試していきます。まずねイニスフリーの方はこれはすごいなんか崩れにくいらしい。やっぱあのパウダーのクッションバージョンってので結構皮脂とかテカリを抑える効果が高いらしいです。塗っていきます。日焼け止め効果はねないかもです。ちょっと SPF なんとかっていうのが一切見当たらなかった。はい、こちらに塗ってみました。これはね結構ハイカバーかな、しっかり毛穴隠れた気がする。ただ意外とこういう毛穴がしぶといところは何回か重ね塗りする必要はあったかな。で21号ちょっと明るめなので、こう塗ってない方と比べると白っぽくねなってますよね。ちょっと今日はねあの光が差し込んでるのでツヤっぽく見えてると思うんですけど、どっちかっていうとセミマットくらいのが感覚としては近いです。クッションファンデ特有のうるっとした感じはないです。これで崩れないならめちゃめちゃいいですよね。どうなんでしょうか。反対側にミュードを使ってみます。なんかミュードの方もセミマットで高密着崩れにくいファンデみたいです。こんな感じ。ではミュードも塗ってみますね。しっかりつけすぎたかもなんですけど、ミュードの方がいわゆるクッションファンデっぽいような感じ、しっとり感はあるように思います。はい、こちらも仕上がりました。いやこれねなんかちょっと新しかったです。また仕上がりはね普通に綺麗なんですけど、ポンってした瞬間とか塗り始めてる時が結構みずみずしくって、割と普通のクッションファンデみたいな感じなんですけど、
それをなじませていくとすごいなんか急に質感がピタッと密着するような感じで肌になじんできました。その感じ初めてだったのですごい私的には新しいなと思ったんですけど、その密着することによってウルッド感が落ち着いて確かに若干セミマットっぽくなります。で質感が最初ウルウルしてることによって結構伸ばしやすさ塗り広げやすさもありました。ただねなんかこうポンって置いてとりあえずこっちにもポンって置いてこっちにも置いてじゃあ伸ばそうってすると若干伸びにくいところがあったからもう一気にこう仕上げてから次の部位になんか行った方が綺麗になる気がした。でカバー力はですね素肌ってほどナチュラルでもないんですけどめちゃめちゃハイカバーでもないかな。クッションファンデ界の中だったら薄付きな方かもしれない。まあ、でも十分だと思う。両方ともやっぱフェイスパウダーはした方がいいなとは思うけど、まあしなくても最悪いけるっちゃいけるかもです。それくらいしっかりこう肌についてるような感じはあります。あんまり持ちに影響のなさそうなパウダーをして経過を一応これは両方とも見ていきたいと思います。まずミュートなんですけど多少ね崩れる感じちょっとあったかなっていう印象です。ここまで近づくと気になるくらいで離れるとそんなにですね。なので持ちは結構良さげでした。どっちかっていうとねこっちのイニスフリーのが綺麗に持ったかな。やっぱり少しかすれた感じはあるんですけどクッションの割にはめちゃめちゃ崩れにくいと思う。テカリはどっちもクッションだけだとそこそこあったかな。朝の仕上がりがねやっぱイニスフリーはちょっと厚い感じがあるんですけど夜になるとちょうどよくなります。ミュードもイニスフリーと比べると崩れがあったけどクッションの中では結構崩れにくいと思います。はい、ではでは次いきます。こちらアミューズのティントマットタイプの方買いました。パッケージもちょっとこうすりガラスみたいになってすごい可愛いです。まずこれが2番。意外となんかみずみずしいですね。こっちが5番。なんかすごい似てる色を私は買ったみたい。2番と5番ですめちゃめちゃ似てる。ではまず2番から。塗り心地はやっぱ結構滑らかみずみずしいんだけどリューティントみたいにグロスっぽくうるうるするわけではないですね。質感がもう今までにないです。本当にちょっとびっくりかも。これもカラーはね淡いかなと思いつつ結構発色がしっかりしてます。赤っぽいピンクちょっとこうベリーっぽいピンクというかそんな感じかな。でとにかくね質感なんですよ。手に出した時すごいうるっとしてたんですけど塗ったそばから唇に密着していく感じがすごくあってなんかあんまり唇の上に塗ってるというよりかはもうどんどんなんか入ってく感じ。ティントで本当に染まってるって感じがあってで少し時間が経つとそれがさらになんていうのこうマットになってく。ただそのマットになるなり方がめちゃめちゃ今までにないくらいもう本当に自分の唇になる感じです。ちょっとオフしてみます。写りは多少あるんだけどこっちは本当何も変わんなくて似てるもので言うと仕上がりはロム&のゼルベルベットティントちょっと似てるんだけどあれは唇の上でちょっとこうふわふわしてマットになってるんですよ。でもなんかその唇の上に乗ってる感はこれはないから触っても全然つかないし なんかねとにかく密着してるすごいと思う。で唇も柔らかいまんまです。塗ってるコーティングしてる感はない。もうマジで染まったって感じです。ただ発色は結構しっかりめなので内側が若干ちょっとこう境目目立つのは少しあるかも。マスクとかにもすごい映りにくいと思う。つかない。ちょっと次のカラー塗ってみますね。はい、この色も塗ってみました。ちょっとやっぱ手の甲でも思ったんですけどさっきの色と似てるので違いはわからないと思うんですがちょっとこっちのが淡い感じがあるかなと思います。塗ってる時は薄いなって思うんですけど定着してくると結構色しっかり出てくるので割となんか一度塗りくらいでも十分な気がします。ほとんど色映らないしすごい唇もふわっとした感じで自然だしめちゃめちゃこれいいんじゃないかなって思います。はい、じゃあ次のアイテムこちらイニスフリーのチーク買いました。ジェリーチークだっけな。前カジエリさんにメイクしていただいた時に使ってもらったチークで質感がすごい面白かったので私も買ってみました。スポンジみたいになってるんですよ。なんでそれで取って使うんですけど質感がねわかるかなこの感じ少し硬い感じのジェルクリームをしています。で色がこんな感じオレンジ系でとっても可愛いです。使ってみます。あの時はチーク結構合わせ技だったんですけど今回はちょっと単色でいきます。あ、わかるかな。
これがあるから濡れてるかどうか画面越しだとあんまり伝わんないんだけど、片側だけ仕上げます。こちらに塗れました。肉眼で見た方がめっちゃ可愛いんですけど、でも塗ってるのこう分かるかな、明るめの結構しっかりオレンジです。動画越しにと思って結構強く塗ってるので、もう少し淡めに仕上げるのも全然できます。ジュワッと色づく感じがあってジューシーな感じ、とってもいいです。肌なじみのいいベージュとかってよりかはしっかりオレンジなので、その色が好きだったらめっちゃこれぜひ使ってみてほしい。とあと意外と塗りやすいかも。ただ質感的にね、ブラシでは塗るの難しいかなって気がします。まあ指かこういうスポンジかがいいかな。可愛い色、なんか私の動画見てる方では好きな人が多そうな気がする。これ結構当たりじゃないですか。めちゃめちゃ良い感じがする。今日のこのリップとかとも合ってますね。で質感クリームなんですけど、意外とね表面はサラッとするので、マスクには映ると思うけど気になるペタペタ感ではないし、上からパウダーとかしなくても私は全然いけそうな気がします。じゃあ次のアイテム、こちらブリーブリーのサンセラム日焼け止めですね。こちらを買いました。なんか日焼け止めにしては見た目がすごい可愛いし、インスタとかで結構いっぱい載ってたから気になって買ってみました。SPF50 プラスで PA が4プラスあるので紫外線カット効果すごい高いんですけど、名前にもセラムってある通り塗り心地が日焼け止めっぽくないよう なんか美容液みたいなところが特徴って書いてあったかな。ただねこれがね下地としても使えるのかどうかがわからないんですよ。さっきねちょっとブリブリの公式サイトから問い合わせたんですけど、まだ返事が来なくて。でも私が触った感じ、下地というよりかはもうあくまでも日焼け止めなのかなって気がする。でセラム自体はこういう感じ、ちょっとなんかね粒々入ってるっぽい感じなんですけど、すごいトゥルトゥルです。クリームでもないしジェルでもないし水っぽい感じっていうのが特徴かも。日焼け止めウォーターみたいな感じ。めちゃめちゃみずみずしい。香りは韓国コスメのなんかスキンケアによくある感じの香りがするかな。あの日焼け止め臭はしないです。無臭ではなくて結構しっかりめなので、気になる方は気になると思う。で今ねこっち塗った瞬間はスル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 こう水みたいに広がるんですけど、馴染むと結構しっとりでペタッとするので、素肌とは触り心地が全然違うんですけど、さっきこっち塗っといたんですよ事前に。なんかちょっと3分クッキングみたいですね。塗ったのがこちらですみたいな感じなんですけど、こっち触るともうサラサラになってます。なので、まあ、塗った感ないっていうの本当だと思うし、ただ仕上がり塗った瞬間はちょっとペタペタするかも。でまあ色もほとんどないのでカバー力はおそらくないかなって思います。今みたいなテクスチャーとかにちょっと惹かれる方は使ってみてもいいのかなと思います。ちょっと番外編を挟んでもいいですか。絶対次の目変わりの前に買おうと思ってたんだけど、いただいたアイテムがあって、ちょっと購入品とは言えないんだけど、もらわなくても買おうと思ってたのでちょっと間に挟んじゃいますね番外編で。こちらヒンスのカラーライナーとカラーマスカラです。まずこちらのカラーのライナーからいきますね。筆先はねこれフェルト芯ですね。他のカラーはねわかんないですけど、この3色で言うのであれば結構メイクにはアクセントがつけられるカラーかなって思います。5と6で試してみようかな。ではでは引いてみます。目尻ぐらいにしといた方がいいよね多分。結構発色、描きやすいは描きやすいけどデイリー使いはちょっと難しいは難しいですよね。上級者向けだなとは思うかも正直。こんな感じどうですか。グレーはなんか黒の代わりに結構使えそうかも。なんかこうやって見ると意外と両方いいんじゃないかなとか思っちゃうけどどうかな。でも離れるとベージュが結構可愛いかも。ちょっと抜けた感じが出てブラウンともまた違うような、パッと見わかんないけど可愛いかも。で色はねやっぱしっかり発色するので、他の色を選ぶにしてもこの色を買うにしてもそのまま出るんだなって思った方がいいかも。こう黒混じりで馴染むとか透けるような色じゃないのでしっかりインクとして出る感じが強いです。はい、マスカラはこんな感じで、これも456で今回いただきました。ブラシは結構細長い感じです。でグリーンの方から456っていう風になってます。これもまたやっぱ色がめちゃめちゃしっかり出てるので、まつげ塗った時にどんな風に見えるかなっていう感じですね。まずは4番から、カールもしっかりしてくれたっていうのと、あと色が
意外と緑が深くて私好みでした。少し黒混じりの緑というかめっちゃおしゃれだなって思います。だしこの色だったら割とどのシャドウに合わせても大丈夫だと思う。アセンって見た5番がこんな感じのオレンジでした。色自体はしっかり出るは出るので、こういうオレンジだと結構塗った感はわかるかもしれません。ブラウンに見えるとかってよりかちゃんともうオレンジです。朱色みたいなオレンジかな。カラーマスカラでちゃんとまつげで遊び心を出せるカラーですね。はい、最後は両目ともパープル6番を塗ってみました。紫系のマスカラっていうと結構バーガンディとか赤みパープルが多いんですけど、これはねあんまり赤みはなくってブドウみたいな紫してます。青紫ってわけではないけど、どっちかっていうとそういう色、赤みがあんまりなくって純粋に紫です。なのでパッと見の感じも結構黒に近いし、それでいて角度つけた時に少しこう色がわかるような、割とカラーマスカラ初心者の方でも楽しみやすい、使いやすいと思います。ではここからはコスメ以外のものを紹介していきます。まずこちら、またまた前回に引き続きマスクを買ってみました。なんていうかわかんないけど、とりあえず 2D マスクみたいなの買いました。前回買ったマスクがリップつかないし、隙間がここにできるので顔に立体感も出るし良かったんですけど、あんまり似合わないっていうことを途中から気づいて、今度は別の形にしました。似合わないとかあるんだと思ったんですけど、なんかね普通のマスクの方がまだ似合ってた気がする。でピンク色なんですけど、こういう感じになってて、不織布なんですけど、でつけるとこんな感じ、ここはあるので口元との間に隙間はできてます。今画面の色がちょっと暗くなっちゃったんだけど、ちょっとほんのりピンクがかってて、横顔とかは立体的に見えるかも。私普通のマスク使うとめっちゃ顔ピシャンってなってるんですけど、これだとそれはごまかせるかもしれない。色も可愛いのでまあ良かったかなって感じです。なんかあれですね、ウレタンマスクを不織布にしたよみたいな感じの形で使えるので、安心感とちょっとこうスタイリッシュな感じを両立できるのかなって思います。ここは若干隙間できるけど、形とかは私的には結構いいんじゃないかなって思う。次こちら、このなんかめちゃめちゃおしゃれなボトル、これ実はハンドソープです。よく見るとなんかつぶつぶしたのが入ってるように見えると思うんですけど、スクラブ入りのハンドクリームになっています。で匂いがめっちゃいいです。イソップとか好きな方は多分好きだと思う。ああいうなんかちょっとこう自然な感じの香りがします。でその香りに癒されながらちょっとスクラブで手のケアできるっていうアイテムなんですけど、まずこのボトルがめちゃめちゃおしゃれなので、うちの洗面所はそんなにおしゃれじゃないから、あんまりなんかこれだけすごい異空間みたいな感じになるんですけど、インテリアこだわってる方とかもこれ置いとくだけで絶対可愛いと思う。これちょっと実際使ってるシーン移動して紹介します。こんな感じ、中身はジェルみたいな感じで、ちょっとこうつぶつぶが見えるかな入ってるんですけど、こう伸ばすとこの粒がちょっとザラッとする手触りはあります。なじませてる時もつぶつぶの感じは伝わる。もう手がちょっと白っぽくはなるんだけど、泡立つことはないかな。でつぶつぶもなんか消えたりせずずっとつぶつぶしてる。本当にいい匂いで、洗い上がりはね意外とこうさっぱりつるっとした感じ。洗い上がりは泡じゃないんですけど、こうベタっともしないので結構こう流れもいいし、私は匂いがとにかく気に入ったかな。結構これは洗った後も手がめっちゃいい匂い。ちょっとワンランク上のハンドソープって感じです。で、あと他に紹介したいものを先にバッとお見せすると、こちらサミュっていうところのスキンケアのクリーム、これ多分ね結構有名だと思う。私も有名だから買ったって感じ。じゃあラネージュのリップマスク、これも有名かも。洗面所で夜実際使いながらご紹介します。あともう一つこちら、めっちゃ今回ね結構もうほんと好き勝手買っちゃってるんですけど、ハクスリーって皆さんご存知ですか？私昔ねここの美容液使ってたんですけど、ハクスリーってとこのボディクリームを買いました。ボディクリームとか最近結構買いすぎなんですけど、これもまた匂いがめちゃめちゃいいし、あと質感が結構夏におすすめの広げやすいようなベタつきにくい感覚してるのですごいおすすめです。これもちょっとお風呂上がり実際使いながらご紹介していきます。はい、では今スキンケア乳液までやったところなので、クリームこちらは裏蓋についちゃってるんですけど、ここ中蓋のとこにセットされてます。どういうクリームかちょっと調べたんですけど、 pH バランス、アルカリ性とか酸性とかあるじゃないですか、あれが肌と同じ弱酸性でできてるっていうところと、48時間保湿って書いてありました。実際どうなのかわかんないけど、よく見る成分だとツボクサエキスとかも入ってるみたいです。今手に出したんですけど、香りはちょっとついてるかな、
めっちゃいい匂いだと思うんですけど、爽やかでちょっと甘い感じの香りがする。テクスチャーはね、こんな感じ。意外と軽めのテクスチャーかな。クリームの割にはこっくり感は少ないというか、水のクリームみたいな感じで軽やかな印象です。この間ね、もうすでに1回ぐらい使ったんだけど、結構いい感じでした。まあ1回使っただけだと正直何がいいかっていうのはまあ分かんないんですけど、その使用感とか朝の肌の調子とかは荒れたりすることもなかったし、結構ちょうどいい感じだった。結構でも潤い感強めかも。スーッと肌に馴染むようなクリームというよりかは、馴染むけど上に残る感じ、保湿し続けてくれるような印象はあります。でも朝にも全然使えなくはない気がする。こんな感じです。肌がこうなりましたとかはさすがにないけど、まだけど、なんか長期的に見て全然使い続けたいなって思うような使用感です。じゃあ次ですね、リップマスクいきます。これサイズ感がだいたいこのくらいなので、結構まあ小さめですね。こんな感じで取るスパチュラみたいなのも入ってます。中はこんな感じ、一見バームっぽく見えますね。硬くはないです。結構柔らかい。今ちょっと匂い嗅いでみたんだけど、結構ね、甘いベリーの香りがついてます。スクラブとかは入ってなくって、すごくテクスチャー緩めのバームって感じ。すっごいしっとりします。これは唇に塗ってそのまま寝て、次の日唇がいい感じになるっていうアイテムなので、ちょっと塗って明日の朝見てみますね。塗ってみる。テカテカになるくらい塗っておきますね。はい、朝になりました。ちょっとね、今もう洗っちゃったので唇の上からはなくなってるんですけど、起きた時もちゃんとパックが存在してるくらい、見てわかるくらいずっとうるうるしてました。で、唇もすごいなんかね、調子いい感じはある。皮むけとかは全然してないし、柔らかい感じになったかな。リップとかすごい塗りやすそう。荒れてきた時にやると回復しそうな気がします。とりあえず一回使った感想としてはめちゃめちゃいいです。ではでは、こちらのボディクリーム使っていきたいと思います。サイズ感は手のひらより全然大きいくらい。本当にこれもね、いい匂いなんだけど、出してみると緩い感じのテクスチャーしてます。こう出した瞬間の香りは結構強いんですよ。私も使い始めた時ちょっと香り強いかもって思うくらい、ここに出した瞬間はしっかりめの匂いがします。ただね、こう伸ばしてちょっとするとめちゃめちゃちょうどいい匂いになる。寝る時とか本当にいい匂い。作った花の匂いじゃなくて生の花の匂い、本当にそうか、そこら辺に咲いてるような花の匂いがする。でも塗って寝ると、寝る頃にはちょうど良くなってるのがすごいいい。めっちゃね、本当いい匂いになる。で、結構馴染むのも早くて、ちゃんと潤うけどさっぱりした感じで保湿されるので、ベタつきにくいし、今の季節でも私はこれ使いたいなって思う。だからね、ボディクリームっていうよりかはボディミルクのが多分近いかな。ロバのやつはちょっとこう、もうちょっと寒くなってきてからで、夏の間はこれを使おうかなって思います。はい、ぜひ試してみてください。はい、ということで本日は9点購入品紹介動画を撮ってきました。まあ、9点で買い物される方はご参考にしていただけると嬉しいです。買おうと思うと無限に買えちゃうので、目代わりになるとよりそうかなと思うんですけど、まあ、ぜひぜひご参考にしていただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。